はい、ローズマリーも発酵槽の方に持ってきました。で、ちょっと収穫してですね、その後成長がどうなるか見てみたいと思います。通常ね、冬寒い時はあんまり葉っぱは取らないはずなんですけど、まあまあちょっと試しにということでしょう。はい、葉っぱ取れましたので、これはこれでちょっと別に利用しようと思います。お風呂入ってみました。どうですかね、なんかあんまり香らない感じですけど、もちろんこう手でねほぐしてその鼻に近づけると、手を鼻に近づけるともちろんローズマリーの香りがするんですけど、はい、水なんていうんですか、お湯の中にこうちゃんとその香り成分が出てるかというと、まだほとんど香らないですね。量が少ないのか時間が短いのかあれですけど、1日経つとだいぶ香りが出てですね、色も少し緑がかった色が湯船のお湯に出てきていました。で、面白かったのがですね、上がってから湯冷めしにくいというか、ずっとこう温かさが続くような感じがありました。まあ、これがローズマリーの薬効なのかなと思っています。また、同じようにですね、ローズマリー風呂試してみたいと思います。